小堀正和。小堀正和は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての大名、茶人、建築家、策定家、書家。備中松山藩、第二代藩主、後大見小室藩初代藩主。遠州流、小堀遠州流佐藤の祖。一般には、小堀遠州の名で知られるが、遠州は、武家官位の尊海守の尊名に由来する通称で、後年の名乗り。 陽明は作助、け、元服後は、正一、正和と改める。道号に大勇、双歩、暗号に、古法案がある。小堀氏の本生は、藤原氏で、光道の第二、大見国坂田郡小堀村、現、滋賀県長浜市に居住して、尊名を生として名乗った。光道から六代の後の小堀正次は、遠跡であった浅井に仕えていたが、天正元年。 1573年の朝石、滅亡後は、橋場秀吉の弟、秀長の家臣となった。正和は天正七年、1579年、その正嗣の長男として生まれた。天正十三年、1585年、秀長が郡山城に違法されると、正嗣は過労となり、正和も共に郡山に移った。この頃、秀長は、 山上総司を招いたり、千里休に指示するなどし、郡山は京、堺、奈良と並んで、茶の湯の盛んな土地となっていた。故障だった正和は、秀吉への給事を務め、利休や黒田助水、長政氏とも出会い、長い信仰を深めていった。また、父の勧めもあって、大徳寺の春国草園に参戦した。秀長の死後を継いだ秀康も間もなく死去したため、 文禄四年、1五百九十五年に、秀吉直期さんとなって、伏見に移ることになった。ここで正和は、古田織部に茶道を学ぶことになり、第一の弟子と称された。慶長三年、1五百九十八年、秀吉が死去すると、正次、正和は、徳川家康に仕えた。正次は、関ヶ原の戦いでの功により、微中松山城を賜り、 慶長九年、1六百四年の父の死後、正和はその医療一万二千四百六十国を継いだ。浅江郡小峰優秀。慶長十三年、1六百八年には、駿府城不審奉行となり、修築の功により、慶長十四年、1六百九年、十五位した、東藤海守に助任された。以後この官名により、小堀演州と呼ばれるようになる。 居所としては、正次の頃から伏見六地蔵の屋敷があったが、越後月抜け町、三条にも、御用全員御所造営に際して、東道高虎から譲られた屋敷があった。また、元那三年、1617年に、河内国奉行を兼任となり、大阪天満南小畑町に役宅を与えられた。元那五年九月、1619年10月、 大海小室藩に違法され、さらに玄奈8年8月、1622年9月に、大海国奉行に任ぜられる。玄奈9年12月、1624年1月、藤見奉行に任ぜられた。晩年になり審議は不明であるが、公金1万両を流用したとする権威がかかった。しかし、坂井忠勝、井伊直隆、細川三歳らの口添えにより、 不問とされた。その後も伏見奉行を務めながら、茶の湯三昧に過ごし、正法四年二月六日、1647年3月12日、伏見奉行屋敷にて69歳で死去した。なお、子孫は松平定信により、天明八年、1788年に、海域の浮き目に遭い、大名家としての小堀家は断絶することになった。文政十一年、 1828年に300票、小普審組のご家人として迎えられ、佐藤を教授するなどして再考した。正和の抗議作事に関する主な業績としては、備中松山城の再建、寸府城修築、名古屋城天守、御用全員御所造営等の宮中や幕府関係の作事部業が挙げられる。宮中造営の業績の他に、品川東海寺、 徳川家の菩提受験別荘、将軍上落の際の旧白書である、水口御殿、滋賀県甲賀市南口町、水口、長原御殿、滋賀県安市、長原、伊庭御殿、滋賀県東大海市、伊庭町、柏原御殿、滋賀県前原市柏原、大阪城内御茶屋などが知られている。また、京都の寺では、将軍の側近、維新数殿の重防である、 南禅寺東頭近地院内東昇宮や古藤土の北条側の復帰の間、茶室及び庭園、同時本坊の北条庭園など、純講義の作辞に参画しているが、正数の書状の文面から推察できるように、彼は江戸にある幕府からの愛好を気にしていた係から、講義の作辞、幕府の対皇室政策以外は区外への出入りは、極力避けていた。し 古田織部のような非合の死を避けるためとも思われる。正和が武行として参画したと思われる遺構は、建築としては、明神寺達中臨昇院の春日局玉や慶長年間内溜まりを意見、氷室神社拝殿、慶長年間大理地帝を意見、大覚寺神の慶長年間の大理の源泣き像作りの際に、中宮神のとなる、根地院等将軍、同茶室、十分、 道法上南帝、鶴亀には、南禅寺本房法上南帝、大徳寺達中両公員の密安席、三田二石、雲古国宝、古法案表門前の石橋、道前帝、道防線石路地、建築は、完成年間に消失後、休養式を踏襲して復元された、戦闘御所南池庭の井手島及びその東五岸の石積み部分などである。京都の近郊市で、 加賀は前田家の家臣の後藤うさとしのりの茶室、洋水亭は、十三窓席と言われた玉戸茶室である。また、札幌市にある、草安茶室八窓庵、旧社9房線、十分、加賀大正寺半町流亭も手掛けていると言われる。庭園の作風については、正和かはである織部の作風を受け継ぎ発展させたとされるが、特徴は庭園に直線を導入したことである。 屏風画に残る模所で実施した築地の庭、後には回収されるやかつらり旧腰やドりキの真の飛び石がこぼり好みと伝えられたゆえんとされるが、主樹な形の切り石を組み合わせた大きな畳石と正方形の切り石を配置した空間構成は以前には見られないもので、特に賞金手前の反りのない石橋は圧巻である。また樹木を大胆に刈り込み花壇を多く用い、 芝生の庭園を作るなどの工夫は西洋の影響が指摘される。正和の茶の湯は現在では綺麗錆と称され、円周流、小堀円周流として続いている。正和は和歌や藤原定家の書を学び、王朝文化の美意識を茶の湯に取り入れた。また、秀吉の時代以前に名物とされた茶道具の多くが悲壮の品として入手困難となっていたため、 新たにこれはという茶道具に名をつけて宣伝し、名物として認知されるようにしていった。その際、彼は、和歌や歌枕の地名、伊勢物語や、源氏物語といった古典から取って名を用い、同じようなデザインのものを手として類型化した上で、特定の個体を本家とし、同じ手のものには本家にちなんだ名を与えることで、茶道具のデザインを系統立てて把握できるような仕組みを考案した。 こうして小堀が有名にした茶道具群は、厚生中古名物と呼ばれることとなった。茶室においては、織部のものより窓を増やして、明るくした十三の窓を持つ茶室、用水亭がある。これは、前田俊常に依頼されて設計したものである。正和は生涯で約四百回茶会を開き、招いた客は延べ二千人に及ぶと言われる。彼の門下としては、消化道症 卓安双方などがいる。小堀円周がもたらした美意識は、華道の世界にも反映され、それが一つの流儀として確立、江戸時代の後期に特に栄えた。円周の茶の流れを組む、春秋剣一葉は、池花の天地人の山菜を確立し、茶の花から独自の花形へと展開していった。その流儀は、昌風流、日本橋流、 浅草流の三大流派によってその菊が確立された。時代が下って昭和の初期にかけては、既成の流派から独立した家元や宗家が多く生まれ、明治の末期をピークとして遠州の名を冠した流派は大幅に増えることになった。これらの流派は一般に、花井に大胆で大げさな曲をつける手法という共通した特徴がある。稼働でこうした曲池は、 技術的に習得するのが至難な技法として知られている。小堀演習は、茶室などの空間設計の一環に、執宝在庫による色彩や装飾を本格的に取り入れた伝承上の最初の人物である。演習は、豊臣秀吉に仕えていた、金光師の課長を登用し、戸袋や襖の引き手など、執宝在庫の製作に当たらせたと伝えられている。課長は、いよ、 現在の愛媛県松山の生まれの近郊で、京都の堀川油の工事に住んでいた。桂離宮の賞金亭の荷の間と袋の巻貝形しっ引き手は、演習の指導により、衣装を授けられた課長の作という、京都の桂離宮満州院、修学院離宮、大徳寺などのしっ引き手や釘隠しは、今でも建屋の中で使われている状態を見ることができる。 千里宮や古田織部好みの茶室などと比較すると、七法による装飾は、演習好みの書院風の空間によくなじむ。なお、小堀家の家紋、花は違い紋は、七法家領とも呼ばれているが、これは、輪違い連続文様における一つの和が四方へと、無限に広がる、様子、四方が、七法に転じたものという説や、花は違いは四個の輪からできており、 司法たすきあるいは、実法などとも呼ばれたことから、実法がなまって、実法に転じたという説がある。ところで、実法在庫を意味する、実法瑠璃という語は、室町時代、足利義政が、将軍の頃から使われているが、実法瑠璃と、実法門の関係については不明である。演習以前の室町時代、詫び、サビを尊んだ茶の湯の流星の下では、 華麗な色彩が、心情の七宝器は、茶人の受け入れるところではなかったという、豊かな色彩や装飾性が一般に受け入れられるようになったのは、円州やリンパの時代、桃山時代以降を迎えてからのことであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。